人間に敗れるとは。ついにハーデス神殿にたどり着いた聖夜は、大神に囚われたアテナを救い出そうとする。だが大神ゼウスの雷を持ってしても破壊できないという大神は、ゴッドクロスをまとった聖夜の攻撃さえ受け付けない。起死回生の望みをかけ、聖夜は神話の時代より棺で眠り続けるハーデスの肉体を倒そうとする。自分の美しい肉体が傷つくことを何よりも嫌うハーデスは、真の肉体を持ってついに復活するのだった。お前がハーデス、なんて美しい瞳の色なんだ。これが死の国の王と恐れられたハーデスの瞳とは。まるで深い泉の底のような。悲しいな、お前たち人間がだ。自らの能力もわきまえず、常に大それたことをしでかそうとする。今や神が与えた地上だけでは飽き足らず、宇宙にまで手を伸ばし汚そうとしている。挙句の果てにこうして神とまで戦おうとするとは、お前たち人間にとって神とは恐れ敬うものなのだ。それを忘れた今、愚かというよりもあまりに悲しい存在だ。バカな、お前が敬うに値する神だとでも言うのか。神とは正義であるはずだ。人間を抹殺して地上を乗っ取ろうとするような邪悪の神のどこに正義があるか。